サイキッカーですけど、何か？ようこそ、裏部活へ？読むまでなんとなく、サイキッカーってサッカーのポジションだと思ってたんですけど。多分キッカーだったからですね。サだし、サとキッカーでサッカーのポジションだと思ってたんですけど、能力者のお話で、特別な力を持った人たちが、こうやって、こう能力者がいっぱいいる学校に集められてたとしても、何気ない顔して普通に生きてるのを読んだり見たりとかすると、本当に現実世界でもこういう人いるんじゃないかって思っちゃうところあります。私が好きな登場人物は戸田さんです。最初の好きな男の子の話してるところ、めっちゃ面白かったです。私がもし芽衣子みたいに窓の力を持ってたとしても、私は怖くてもう資料と対峙することなんてもうできないと思います。だから芽衣子たちが立ち向かっていく姿がとても印象的でした。ドキドキしたり、ハラハラしたり、え、どういうことってなったり、ページをめくるたびに次のページが待ち遠しかったです。